本日は表現者のシンポジウムに大勢の皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます今日は表現者の顧問でございます西部進先生に、えー、まずですね基調講演をしていただきまして引き続きですね日本文化チャンネル桜の水島悟先生京都大学の大学院教授の藤井聡先生加わっていただきましてパネルディスカッションを展開したいと思います保護主義の大切さを知れと 国家論の再建というテーマでございます。いわゆるアベノミクスということで、昨年から経済です、ね、既に再生ということが行われております。まあ、しかし、日米関係、TPP の問題、そして、えー、安倍首相の安金参拝に対する中間のプロパガンダと、日本がですね、どういう形で、えー、しっかりとこの国家を再建していくかと問われる、そういった年になるのではないかと思います。保護主義と言いますと、経済だけではなく、まさに国家、国民、 それをどうやって守っていくのか、国の歴史、伝統、物価をどのように守っていくのか、徹底的に議論してまいりたいと思います。それでは早速、基調講演として、表現者顧問評論家の西部進先生からご講演をいただきたいと思います。 国家っていうのは国民の家ってことです。国家にまつわる論説というものが人々のですね。心に素直に染み渡っていくような時。 お集まままりりくださいいしてありがとうございます国家論の再建という今日極めてパブリック公の問題のシンポジウムでありますが私この数ヶ月極めてプライベートな事柄にかかりっきりでパブリックなことに数ヶ月触れないような私の目とか耳にもいつ,いつどこからともなく都知事選がそうか始まるのかと思ってでも皆さんもご存知のようにもう都知事選なんていうのはですね なに、まあ、がしが当選したあたりからあれ4500万の都民がですね何の文句もなしに僕はあの人物に詳しいわけじゃないですけどもああいう人間に投票するっていうこと自体がこの世のデモクラシー民衆政治が遠の昔に奥路暮らし秋冬政治に平成の妙が始まってからひたすらなるですね奥路暮らしの連続が地方選挙のみならず 国会選挙その他でですね、皆、続いていることはですね、ご存知のこと、正直言って、もうどうにもならんと、<laughs> 皆さんだって心の底であの、そういうふうにですね、思ってるはずなんですね、どうにもならんといえばですね、最高裁判所っていうんですか、正式着手じゃない人間にも着、着手、ですね着手と同じ相続権があるということを認めたり、そういうことから見ると、 単に世論のレベルで、選挙のレベルでダメだってうんじゃなくてですね、国家中枢、最高裁ですよ。この人たち多分ですね、東大の法学部あたりをですね、異常に高い偏差値で、その人たちが国民の常識として、ええー、と、首を何度もかしげざるを得ないような判決をですね、平気で出すということを見ると、そうなのかと、スペシャリスト、専門人というのは、 専門以外のことについては無知妄想どころか、無知妄想ならまだいいんですが、その時々の世間のですね、これもまた世論の世の風というものに瞬く間になびいていくような、 そういう連中たちが、この場合は司法の長でありますけれども、多分行政の長もですね、おそらく立法の長も、安倍晋三さんには悪いけれども、まあそんなもんに近いんじゃないかなと。ホセ・オルテカというスペインの1950年代の半ば頃死んで、スペインを亡命して長い間アルゼンチンに行った、まあ、言ってみれば社会哲学者でありますけれども、彼はこう言ってますね、ひとたび世の権力が大衆の手に渡ったならば、 その社会を救うことは事実上不可能であると。いわゆる民主主義でしょ。別にね、制度としての民主主義じゃなくて、大昔から多くの民主人々の動きというものにですね、直接間接ながら左右されるのは世の中というものでありますが、それが民主主義という形で制度化されて、全てがセロになるもの、そして多数決なるものによって決まっていくとなったらですね、 多数者に逆らうということはほとんど事実上不可能なんですよ。これをかつて今から150年も前の人でありますが、フランス人のトックビルという人がアメリカを訪れて、たった9ヶ月旅行しただけでですね、この国には、アメリカには多数者の先生、ティラニー・オブ・ザ・マジョリティが行われている。そしてこのアメリカという国のですね、プライマリーパワー、基礎権力というか予備権力というかですね、 いわゆるですね、パブリックオピニオンにあると。もっと言うとですね、ペリオディカルプレス、定期観光物である。今では新聞のことでありますがね、結局のところ新聞の見出しに合わせてみんな世論は動いてるじゃないかと。そうなれば世論を形成しているのが、デモクラシーのもとではですね、プライマリーパワー、第一権力、規則権力であると。したがってアメリカンデモクラシーのですね、第一権力は新聞であると。 そういえば、山本七恵さん、その他がですね、マスメディアは第4の権力だと、司法、行政、立法に続くなんて話をしてましたが、第4どころか150年も前にですね、はっきりと第一権力であると、誰も指摘しないまんま、戦後の68年過ぎればですよ、もう手の打ちようがなくなっているぐらい、多数者の専制政治と、 マスメディア及びそれにですね、群がる多くの学者評論家を名乗るですね、言論人たちの、あるいはそれになびいていく、この場合大衆ですけども、それに権力が移ったと。いわゆる大衆というものが世の全面に出てきて、 しかも武器まで持ったのが第一次世界大戦というトータルウォー、総力戦でありますが、それが始まる頃に書き始めて、終わった後に出版された西洋の没落、オズワルト・シュペングラーという人の本でありますけれども、彼は何もですね、現代に限らず、メソポタミア、エジプトの昔から、結局のところ文明というものはちょうど植物が芽を出して、 繁茂して枯れて、そして死んでいくという循環。それに似たような形で、春、夏、秋、冬という循環をたどるものであると。そして西洋は、メソポタミアもエジプトもみんなそうだった。そして西洋の文明もまた、どうやら秋の終わりから冬に差し掛かってそれが、 この第一次世界大戦であり、西洋は再びですね、生き生きとした活力を持って文明を花開かせることはもうありえないであろうという、いわば宿命論的な、運命論的な予告をしたのが、1919年に出たこの書物でありますけれども、ヨーロッパの人々はそれを信じるかどうかじゃなくて、ある種の日常感覚としてですね、この文明というものが、いわゆる近代文明というものが、とりわけテクノロジカルな、 技術的なものによって率先されるこの文明がどうやら秋から冬に差し掛かっていると。再び生き生きと活力を引き返すことはないであろう。そういえば、これはオルテガという人にまた話を戻しますが言いました。文明数多しといえでも自分たちに対して根源的な疑いの目を差し向けたのは誰やろう。古代ギリシャ人と今のヨーロッパ人だけである。他の文明は自分たちを 褒めたたえるのに薬きになっているだけで、それ自体が極めてチャイルディッシュな子供っぽい、インファントな幼稚なことなんだと。今の日本もそうでしょ。アメリカもそうですけどね。日本に限って言えば、こんな風にしてですよ。都知事選だろうが最高裁判決だろうが、それどころか産業がですね、いろいろと空洞化して、政治における民主主義の堕落と、経済におけるですね、資本主義の暴走というものが、 これでもか、これでもかというぐらい、日々立て続いているにもかかわらず、みなして口をピーチクパーチク開きながら、日本人の底力とかですね、いいんでしょう。自分自身を励ますことも必要でしょう。元気づけの空元気も必要だということは認めますけれども、これだけ立て続いて、ほとんど僕に言わせれば、異常人格じゃないかなと思うような人がですよ、政治の場合に。これは都知事だとまでは申しませんけれども、 そんな形でですね、次々と現れている。そういうことを目の当たりにしながら、ほんの一時の自己違案でつぶやいているような、それ自体がもう文明の紛れもなきですね、腐敗というか、これだけですね、技術が栄え、家計が栄え、マーケットが広がるってことはそうだけど、広がれば広がるほど、技術文明の中で活力を、いわば、枯渇させていく。フラジャイル、器用だ。昔そういえば、 ズビグニュー・ブレジンスキーという国際政治学者が日本なん部はフラジャイルフラワーひ弱な花にすぎないとあれからもう30年も経ちましたが確かにこの日本列島にはある種ですねひ弱な文明しか私たちは持ってなかったのではないかということを根源的なそういう自己会議の目を差し向けるのが怖いもんだから日本は強いとかまだ頑張れるとか底力があると。 グローバリズム、グローバリズムというグローブというのはもともと旧のことで簡単に言うと地球地球の旧のことでありますけれども、まあ、実際上は広範囲という意味ですね僕だって認めますよ今がグローバルな時代であると人間は簡単に外国に行けるし貨幣も技術も簡単に外国へとすっ飛んでいく人間の活動がますます広範囲になっているということは認めるでもね広範囲に人間と付き合えば付き合うほど 僕自身もそのうちの一匹かもしれませんが、うう無造無造と接触せねばならぬ。得体の知れない人物と、得体の知れのですね、コンフリクト、葛藤を演じなければならぬという、つまり広範囲に広がれば広がるほど、葛藤というものがですね、矛盾というものが深まるということは、こんなこと常識で、人間の活動が地球をぐるりと回れば回るほど、そのですね、回る方で中国とぶつかり、インドとぶつかり、イランとぶつかり、 エジプトとぶつかり、ヨーロッパとぶつかる、うんぬんという形で、いろんなですね、矛盾、葛藤が渦巻くもんだというふうに考えれば、グローバリズム万歳なんて言っているですね、余裕はないはずなんですね。今の世界がどうなっているかという、グローバルな、せめて構図なりイメージなり持たなければですよ。一体この間私たちは、この地球、世界について、どういうイメージを持っていたか、いろんなイメージがあるでしょうが、変ですね。 いうのですね、ソ連がフェリストロイカで崩壊する前までは20世紀の後半は世界は米ソのです、ね、冷戦による2極二つのポールです、ね、2つのポールの間のです、ね、危うい均衡関係を保っているこれが世界秩序であるということをみんなして口にしていた。 ところがソ連が崩壊した後、アメリカで言えばクリントン政権自体ですが、手のひらを返すようにして、今やアメリカのですね、一極支配が世界の構造であると。そして日本人なんぞはですよ、特に反西役の連中がすっかり喜んで、社会主義が崩壊したと。これからですね、アメリカの一極支配であると。 アメリカに寄っていれば日本のですね未来は安泰だってな調子で日米同盟万歳みたいなことをです、ね、10年ばかり言っておったところが10年ぐらい経ってブッシュ政権になって例のですよイラクアフガニスタンのさまざまな混乱の中でアメリカ自身がそしてアメリカの証券資本主義がですねバブって崩壊していくという中で実はアメリカの一極支配構造はですね無双であったとこれからはですね多極 構造になるつまり、いわゆるブリックスつまりブラジルだ、あるいはですね、ロシアだ、チャイナだ、インドだと、そういった新しい新興工業国というものがね、世界の覇権に参加するので、世界は多極に分散する。たった10年かそこらでですよ。 世界像がくるくるくると変わっていくわけでしょ。ところが、この多極分散の中でね、中国の経済もインドの経済もブラジルの経済も、皆さんご承知のように、先進国と似たり寄ったりの形でバブって、そしてバブル崩壊でもって、社会格差が異常に拡大するのみならず、自然環境のみならず、社会環境もズタズタに引き裂かれていくという中で、ブリックスの繁栄もこれまた意味物語であったとなって、どうなるかというと、世界は、 言ってみれば、誰も言いませんけども、言ってみれば、無局。一体局がアメリカにあるのか、中国にあるのか、どこにあるのかわからない。無局。 そして秩序と言えないようなケイオス、カオス、混沌、無極混沌の時代がやってきた。たった二三十年の間にですよ。世界像、世界イメージというものをくる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 と変わっているのに、どうして皆さんグローバリズムと称して、我々は世界の果てまで行くと、外国と付き合い、さあ TPP だなんだって言ってですね、お祭り騒ぎをやり続けられるのか。小さい声で言いますけれども、結局は大きな声で言うんですが、頭が狂ってるんじゃないんですかと。 いう疑問が出て当然だけども、どの政治家もどの評論家も学者もですよ。俺たち狂ってるかもしれないぜということを言おうとしない。世界の中でどんな位置を占めて、これからどんな方向に向かうんだろうと。首をかしげるなり、うなずくなり、うなだれるなりして当然のはずなのにして、みんなして我々の底力を知れとか言って、からげん。全くのお祭り騒ぎですよね。例えば皆さんね、 今、中国の尖閣その他の問題で国防が大事だと、まあ。安倍政権、なかなか、まあ、その点では結構なことやってるんでしょう。国防が大事だと言っただけでもんですよ。そういうことを言うだけでも結構なことです、安国二次元に言ったことも、なんだかんだありますが、国防姿勢の一環として、それも褒めて与えてもいいんでしょう。でも考えてみたら、国防って何なんですか国家を防衛するってことですよ。国家って何なんですか 国家っていうのは国民の家ってことですよ。国民及びその国民が作り出したですね、政府、ガバメント、投資機構、これが国家っていうことですよ。国家を防衛するのにですよ。武器を持っていればそれで済むんですか普通で考えて国家を防衛するのならば、そして国民がロボットでもサイボーグ、情報制御人間でもない以上、他ならぬ人間である以上ですね、人間が国民であり、 そして、例えば昔で言えば、あれは誰でしたっけ、林間でした自民による自民のための自民の政府、ピープル。でもこの場のザ・ピープルっていうのは別に世界自民のことじゃないんですよアメリカ国民のことなんでしょだって大統領選挙に我々参加してないんですから。 アメリカの選挙にですね、世界自民が参加するなら、中国とインド人が権力握りに決まってるじゃないですか。つまり、自民による自民のための自民の政府と言ったって、これは国民、アメリカンピープルってことであって、日本の場合はジャパニーズピープルであり、このジャパニーズピープルが経済をやり、政治をやり、文化を営み、そしてそういうものに基づいて防衛を国家の武力による 防衛体制をですね、敷くわけですよ。従って国防というのならば、経済をどう防衛するか。経済っていうのは別にボタンを押せば動くわけじゃないんですよ。勤労者が組織を作り、会社を作り、会社とこの間の人間の取引があり、生産者と消費者の間の人間の関係があり、そういう所関係が地域の社会を作り、そういう、ね、いろいろな社会が集まって国家になるという人間の集まりですよ。 そうしたら必ず経済の中に人間が出てきて、経済を営む人間がどういう文化を背負っているのか、どういう政治をやろうとしているのか、どういう社会を繰り広げようとしているのかってことが、経済活動の生産活動のなり消費活動のなり、投資活動のなり貯蓄活動に関係してくるに決まっている。人間は生きている限りですよ。 明日はどうなるだろうかと。五年後はどうなるのだろう。人間というのは未来という時間を意識して現在を生きる。そして未来をどういうふうに予測するか想像するか予想するかとなったときに自分の過去はどうであったかということを必ず何ほどか振り返る。つまり過去を振り返り、そして未来を見通そうとするという 時間意識の中で今現在の活動が営まれていればこそすべて経済から文化に至るまで機械ではなく人間の活動なんですね。そして国家を作っているからにはほぼ必然的に数百数千年の歴史が全く逆方向だとは言いませんが大きな隔たりを持って国家の歴史がある以上ですね国民の意識というものを とりわけ時間意識、歴史意識というものも日本人とアメリカ人と中国人とその違うはずである。そういうものをどっかで防衛して、経済も政治もまたですね、国民のものとなるという当たり前のこと。この当たり前のことを打ち砕くかのようにして、ほとんど全てのですね、メディアが、別に新聞に限りませんわ。雑誌だろうが週刊誌だろうがテレビだろうが、グローバルなどというですね、たわいのない言葉を吐いて、 ある人が言いました。ジャン・クフトというー人で、あのメキシコ、シティのことについて、家を失った、住む場所、それこそ地域共同体から放り出されたですね、少年たちが、年、幼くして、いかに凶暴なるですね、犯罪に、犯罪とも自覚せずに取りかかっていくかということを描いたですね、アンファンテリブル。アンファンってのは英語で言うとインファントだから、幼稚、子供って意味ですね。 テリブルってのは恐るべき。翻訳は恐るべき子供たちということでありましたが、私はっきり思いますよ。これは別に十、ね、10歳か12歳かってことじゃなくて、今やね、60だろうが70だろうがですね、ほとんどアンファンテリブルの恐るべき子供たちのセリフとしてグローバリズムなの、マーケットファンダメンタリズムなの、デモクラティズムなのですね、何なのか何なのってことを言って、それ以外のことについて目を向けようとしないスペシャリストのですね、 これはどんなに成績が良くとも、どんなにいわゆる業績を上げようとも、アンファンテリブルとならざるを得ないのは、全体の像を知らずに、グローバルな、広範囲な、物事の経済と言ったって本当に複雑なんですよ。経済に人々の習慣も文化もですね、歴史も政治も、権力も組織も、何もかにも絡み合って、経済が動いていくというにおいて複雑で、その時マーケットの取引という局所をスペシャルに、 特殊に調べるためにも、経済の全体がどんなものであるかを、一般的に広く物事を知らねばならない。ところが、それを知ろうとしないのが専門人。でも、どうして知ろうとしないで済ませるかというと、そこに出てくるんですね。全体像は、いわば世論が与えてくれる。世論の動きの中から。どうも何か。 人が切実に思うことは、欲することは、子供が欲しい、欲しい、欲しいと言えば、どうもそれは権利らしいぜと。権利として自由に追求していいらしいぜという世の中の雰囲気。この雰囲気で全体像を染め上げるんですね。借りてくる。逆に言うと恐ろしいんですよ。この雰囲気がもしも1年後に10年後に変われば、全く違った全体像でもっているスペシャリストが 僕は別にナチズム、ファシズムの批判をしようというのはそんな時間もない。あの1930年代が今全世界にそれとは違うけれども似たようなことがまた起こり始める理由はですね、全体像というものが実に軽薄なその場限りの、たかだかメディアの、その一週間も長持ちしないような思いつきの軽薄な表面的な その全体像を借りて、この角度にある専門人が取り付き、向こうの角度に他の専門人が取り付くということをやっていると、この全体像がある崖っぷちに立ち、崖から転落し、日中もさっちも行かなくなったときに、ある種の狂気に見ちた、あるいは凶暴な、ある全体的な雰囲気が起こったときに、またそれに合うようにして、 さまざまなクレイジーな文化運動から政治運動までもが始まったというのが1930年代の経験でありますけれども先ほど大衆と言いましたが大衆というのは日本人が言う意味でも大衆じゃないんですねこれに対応する英語はますますっていうのは砂粒とかですね粒子がつまり一粒一粒バランバランのものが大量に集まった状態をですねます大量って意味なんですよ 日本には一億二千八百万人ぐらいいるらしいけども、大量の人間たちがバラバラになって、風に吹かれるようにして、今日は砂山が高い山を作るけど、風向きが変わればあっという間にで崩落するような、そういう実に不安定なですね、大量化現象、砂粒化現象というものに、資本主義も民主主義も晒されている。そしてそれがついに、おそらくはですね、 どこかでこの大量の人々が、一体自分たちが何をやってきたんだろう。これまで大声を上げて、ピーヒャラ、キーヒャラ、叫んでいた人たちが、自分たちのあまりのですね、至らなさに、頼りなさに、不甲斐なさに、旗と沈黙するときがやってくるに違いないんですね。そのときなんですよ。別に皆さんは励まして見ているんじゃないんだけど、多数者の支配が終わるのは、テラニーオブザマジョリティが終わるのは、 そのマジョリティがですね、自分たちのあまりの愚かさに呆れ果てて沈黙に入るときに、それまで何を言っても聞いてもらえなかったマイノリティのごくごくまっとうな、常識な、平凡って言っていいほど当たりきさりきのですね、例えば国家にまつわる論説というものが、人々のですね、心に素直に染み当たっていくようなときが、ところで来るんですか <laughs> 僕は来るんじゃねえかなとテロルが起こっているまさにそのグローバル時代の危機自己批評というものがあってそこから日本というものをもう一回見直すことを人間っていうのは先ほど言いましたが未来を想定して来るものと想定してですよそして生きて死んでいく以外に他に生きようも死にようもないわけでありますから。 自分は多数派か少数派かなどという選挙の話みたいなことを自分のおつもりの中に入れるのはそろそろやめにしてどう考えてもためつすがめつ撫でてもさすってもですねこうとしか思われないことについてはこう思うぜと言って聞いてもらえなくても当たり前たまに聞いてもらえればああよかったなというふうに平凡に考えて生きればですね今よりかは少々はまあ 幸せな人生になるのではなか,なかろうかという大した励ましになりませんでしたが、まあ、これが年寄りの皆さんに対する提案ですのご清聴ありがとうございました。<laughs>